into the heat of battle. Go for it. じゃあ続きましてモノ戦ですね。メンズはですね、風呂ひろゆき、マツケン、モチ、富永ですね。ひろゆきさん、上に上がってくるのは初めてかな。うわー、イエクソロを投げる。こういう癖溜まったらもう五分ですからね。最後は下がりきらしで、プロさんの勝ち。手前打ちでハッケー透かして壊し X。ドロー差し込み。はい、画面外ですね。これでもう出れないとそのまま死んじゃうんで。うわぁ。うわぁ。一瞬で体力が解けたんですけど、これで5分。お、節約かな。節約成功。最終ラウンド、大学 EX が当たって、お、ちょっと遅かったかな、ライフが。あー、そうですね、バックジャンプかかったらでも出せる。これは、あー、でもしゃがみで当たる、痛い。最後のじゃんけん、うわー、ガードしてる、すごい。けど EX ドローが刺さって不動産の勝利。じゃあ次マツケンさんですね。1P 不動産つわもの、 2P マツケンさんはもう猛者プラス2ですね。繋がらないと中盤昇竜。あ、信頼出ないけど、あ、これもヤン苦しいですね。一発で終わりは苦しい。あ、でもうまい。あー、トローが届かない。かといって大トローは怖いですからね。あ、ラッキーヒットですね、竜巻は。あ、陣内出ない。あ、しっかりしてます、ブロブロ勝利。マツケンさんの勝利。ちょっと喋りづらいんですけど、これ何人？マツケン。これは今5人ですね。これとマツケン、モチ君、ひろゆきさんと富永さん。これいないです。え、富永さんいないの？富永さんいない。いる？俺には見えない。富永さんいないことになってるけど、いるね。距離が見えない。距離なんて見えないっす。距離っていうぐらいだから。うん、それは見えないっすよ。わー、中足の隙間走って投げる。鬼強いな。え、これ強者以上の人っているんですか。強者以上の人、マツケンさん今王者になりました。おお誰か止めろよ。あ、これは剣あるあるですね。あれはもう一確認しようとして初段当たってたから、いや、回したからみたいな、あの相打ちで出ちゃうんですよね。あ、当たってるって言って。さあ、これ見えないけどちょっと欲張った。おお、しっかりバックジャンプして苦労してますね。マチクはもうゲージを使わないつもりっぽい。うん、でもこれ、もう使わないとやばい。あー、しっかりしてる。遅らせてる。マツケンさんが強え。
あー負けた側がマイナス、マイナス、そのプラマイゼロ以下にならない。なんで今はモチさんはマイナス1にならないです。マツケンさんが、マツケンさんが王者なんで、マツケンは負けて喜んでる、美味しいみたいな。大丈夫、それ大丈夫。持ってました、ありがとうございます。ということはこれだってマツケンさん、あ、そっか、マツケンさんプラスのポイントはつけれるんだな。あ、なるほどなるほど。俺に勝って上がったってことですね。俺はマイナスもらうの間違いない間違いない。どうなの、ほんの1分前の出来事なんだ。だからこれ見てると、とりあえずマコトが飛んだらマツケンはマイナスするっていうので、なんか EX 剣だけなんか食らってるっぽいけど、なんかそれはいいのかな。そうそうそう、 EX 剣食らってクイックスタンディング取る練習をし、押してやれば、あの飛びをくぐって前出しでくぐっていいですよね。なるほど、そうそうそう、あれに QS 取れないと、あの富にあの地獄の2択が、そう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 、ふわーって普通に前ジャンプして飛び越えてから大バントからしたと父さんの死ぬか死ぬか死ぬかの3択なんで。EX 剣の QS がかなり速いんですよ。あー、もうじゃあ地面にもうそう下ら速をしてるみたいな。そう、ダッシュした時に EX 剣だったら下入れとくぐらいのじゃないと取れないんですよね。 EX 下ろしはすごい遅いんですけど、代わりにうまいなー、技を置いてダッシュを止める、綺麗ですねこの動き。次がつわものに負けなければいいゲームですなるほど、そっか、じゃあもうあれ、これもう上がって、あ、あとこれで上がりか、これがプラに、なるほど。でもちょっと早いな、もう4回目、ね、3回目にしてショーのちょっとムカつくからひろゆきさんに勝ってほしい。なるほど、あーでも体力的に、あー、しかもこれ投げておくよ、あるよあるよやるよ、ちゃんとフローあれ全然展開見てなかった。あ、マツケンさん焦ってますね。そうですね、あ、落ち着いたっぽいでも逆に落ち着きすぎてると足止まるんで。なるほど、いい緊張感というか、そうですね、若干アドレナリンを出しておいた方がいいかもしれないですね、大事な試合の時は。なるほどね、おお、あー、まあ、多分勝利は出なかったかもしれないですね、今のもあるんですよね。ダッシュしてたから竜巻当たんなかったの、 EX スタッフ巻きないって、あー、なんかめくり当たんのかなと思ったら、あー、確かにそうかもしれない、低くなってんのかな、若干低くなってるかもしれないです、わかんないけど。そう、あの飛び込みに前風呂入れて、はいはい、前風呂立ち側ってやった時に相手が飛び越えてると、前入れてから後ろ行かれて、後ろ行かれた時にそのさっき入れた立ち側が入ってるからダッシュになっちゃうんですよね。あー、なるほどなるほど、うん、そう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 、さすがに、おいしい、安全策、リータスピは M1、まだあるよ、これ繋がるかな、うん、怪しいな、九死に一生を得たマツケン。さあ、通りはこれもあるって、まあゲージないから、そうですね、いいかな、あー、一本貯めんのかな、ちょっとチュンリー頑張らないと、あ、おいしい、あ、おいしくなかった、吸収するかと、そうですね、当たるかと思いましたね、今のね。これでもうちょっと空振れれば、さあもうあと2回だな、あと2回よし、これでさあ誰が食らっても中足、誰が打っても中足、ね、これはもうここは超集中ですよ。おお、ゲージ調整したんだ、助けさん終わり。ということでマツケンさん昇格でおめでとうございます。おめでとうございます、おめでとうございます。決める、ファイリングレイディゲージ、
と、あ、繋がってるの今の。あ、すげえ。あ、若干大抑線あるから、もうフロさんとしてはあんま下手な触り方すると死んじゃうんで。あ、うまいですね今俺は中。手前落ち投げが決まって1ラウンド目はフロさんの勝利。全部読めていた。あー、ありますね。チュンリーの弦ブロって最速で打ち出しをしちゃうと、ああいう風に使っちゃいます。モッツさんとしてはとりあえず一発当てたいですね。あ、ちょっとぐらきましたけど、あー、フロさん立ちくらいしてる。入れっぱしなのかな。死ぬ死ぬ。あー、中足破産。ブロラレで打って漏れちゃったのかな。ブロラレ、ブロラレ言うのむずい。あーっと、イエクソル、あ、あ、真っ赤っか。とりあえずしのいだ。あ、繋がらない。怖い怖い怖い。あ、もちさん対空しっかりしてますね。対空しっかりしててもその横の EX 走路がやっぱきついですよね。あんな見てから無理なんで。生 EX 走路が強いフロさんの勝利。続きまして富永さんですね。あ、これ結構フロさんが温められてるイメージがあるんですけど、あ、全部出ちゃった。あー、小足の隙間に走ってくる。つらい。お、ジャンプ中間体育渋い。お、いいのが当たって、さあどっち。中間トーローザン、アマチュアだ。いいランドで開幕しゃがみ灯籠が、しゃがみ灯籠が当たって、これはいい感じ。さあ真っ赤っかです。どっち。夜ピヨンない。さあ最後しゃがみくらいしてました。西田風呂プロさんの勝利。続いて出てくるのはひろゆきさんのチュンリーですね。ひろゆきさん、ひろさんちょっと厳しいかな。強いヤンとやったことあるんですかね。来撃手、来撃手、来撃手。アマチュアだな。Prepare to strike now。あー、ひろゆきさん、端から出れない。あ、うまっ。シャブロから
チュアルブとりあえず。うわ、出ちゃった。素晴らしい。仮面ライダー負けよ。ファイナルラウンド、ゴー。最終ラウンド、お互いゲージそんなないんで、ちゃんと技振りして当ててゲージ食べた方が有利って感じですかね。あ、うまっ。ああ、円柱パンで接近して前方。横田さんも守りが硬い。素晴らしい。で、ひろゆきさんももう立ちでしたからね。ああ、風呂さんがうまい。風呂さんもの、猛者昇格でーす。モッツさんは、マイナス1ですね。ツアモのマイナス1。あー、なんかフロさんがかなりノリノリだな、これ。チュンリーガーが逃げたいんですけど、もう逃がしてくれないですね。一生まとわりついてくる。マチニーとフロさんがなんかボーボーにしてるんですか。うん、やばいっすね。マツケンさんもう抜けちゃいました。何連勝したんすか。いや、連勝数は少ないっすよ。4連勝。なるほど。で、フロさんがまた抜けようとしてるんですか。フロさんが今モノに上がり、あ、モサに上がりましたね。なるほど。え、アツキはやんないの。俺は今シャオさんが来てるんで、シャオさんのサブキャラシリーズと3年越しの勝ち越しを。なるほど、はい、今日お休みします。さあ、これやっぱなんか一生不動産近いな。やっぱ間合いがこんな近いのに保育戦食らわないってすごいな。そうっすね。うん、あ、飛びましたね、これ。死んだ。近代系が出る。最強。次、富永さん。富永さん。あ、富永さん、今日まだ勝ってないですけど。ゲージはチュンリーの方が多いですね。1本溜まったんでちょっと近づきづらい。お、ググったけどすげえ。お、わー、早い今のは。テイクイエス剣で先に取ったのは富永さん。でもモツさんももう2本あるんで、これをうまく回せば。さっきダッシュから差が通ったとこは今もうハッケー置いてますね。あー、金田キャ当たんね。一生中足置いてるけど投げ返す。苦しい苦しい。あっ、あっ、できる？できない。あー、だー、やっとチャンスをつかんだのに。
て、わ外しますね、すごい。画面端だけどいけない。二度投げられなかったですね。なるほど。試合が動かないですけど、富永さんも大津さんもチャンスずっと狙ってますね。うわっ、バーベルたくせ、遅らせ、大キック取られて、あー、つながってる、もちさんの勝利、富永さんが7段です。まあなんか先に技を当ててゲージをどっちが先に貯めるかっていう対戦になるとは思うんですけど、これでもしあれですね、ひろゆきさんが負けちゃったらちょっと2人になっちゃうんで、まあ、今日はとりあえず終わり、なるほど、うん、かな。おお、これ結構この動きあって技の振り合いが割といい読み合いになってますね。まあ上と下のまあ一応、まあでも結局中足なんじゃないですか。ゲージ溜まって中足入ってる。まあ2ラウンド目はモチさんが逆にボッコボコにしてますね。アイドルが出ない。ローキャラは結構自信あるらしいので、画面端を追い詰めて、温度、あ、温度はやばい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 、あー死んだくせ、死んだよね、死んだー。ひろゆきさん素晴らしい。準備はいい？決める。Enter the heat of battle. Go for it. はい。さあ、ひろゆきさん、風呂さんに負けてるけどリベンジできるかって感じですね。もういい感じでひろゆきさんがダメージ取ってます。これはあとに超抑制で終わりですからね。でも負けちゃいました。高揚性当てられず、さすが風呂さん、アマチュアだな。Are you ready? Go! チュンリーの中足の中に基本的にいるのになんで食らないんだろうな。ああ投げ返す。ああ果敢に攻めますね。あっ、ユースさんのやつ暴れだけど中盤で飛びを落とされる。ファイナルラウンドエンゲージ。ガードから、出ない。あー後ろ回って投げ、はい、およせ漏れちゃって、お最大なのかな。わあ素晴らしい。
続いてもちさん。いくわよ。俺も将軍もらった。Are you ready? Go!ああ、フロさんしっかりしてますね。フロラでハザンだけど、ユンヤンは中足からぶっても前に取り返しますね。あと、誠のしゃがみジェパンとかもそうですね。クロさんがうまい。ファイターズレディエンゲージ。開幕ちょい歩き中足が刺さってこれうまく回せるか。うわあ、上り台キックが踏まれる。ああ、使いますね。このままだと死ぬと思ったのか。やっぱゲージ吐いて、とりあえず2ラウンド目はモチさんの勝利。わあ、緊張感かくらせる。逆灯籠を決めて、うわ、つながってんのこれも。うわあ、やっぱユンヤ使いの逆雷撃はすごいですね。素晴らしい、プロさんの勝利。開幕、ひろゆきさんがダメージ取ったんですけど、おお、さっきもこの場面ありましたね。東牢山関係2枚取って発見ホイール。画面端で登録決めて、さあニュートラ投げ決めまくる。あーっと出ないけど、まだピュアない。このまま負けるとやばい。ひろゆきさんは、うわうまっ。ひろゆきさんとしては画面中央に逃げてやっぱゲージ貯めたかったですよね。お、でもいい感じに技が当たって、マジか、今のピンチパン出んのか。あーっと、これは不動産やばいんじゃないか。ひろゆきさん硬いけどトロ食らっちゃう。あーっと、いいのが当たって、ちょっともつれたけど、わー、うまい、素晴らしいです。アマチュアだな。これはフロさんがモノプラス2で、モチさんが
つわものマイナス1ですね。これありますね。あ、わー、リバーサー100列。さあ、延々とチュンリー・ヤンが続いております。ああ、見えない表裏で、モキさんの勝利。You win. やったー。 Are you ready? Go! Fighters ready. Engage. ムロさんとモチさんの対マンという感じで、お互いが合意したんで、まあ、続行っていう感じで。ムロさんのライン集とエクソロ本当鋭いな。ムロさんの勝利。You win.Into the heat of battle. Go for it. これフロさんが対モチさんに関して何か掴んだのかな。アマチュアだな。ベンチャーでヒーロンバトル、ゴーフォーイット。後翼からペンペンが当たって、結構いい感じだったんですけど、これ起き上がれる下。ファイナルラウンド、ゴー。あー、やばいのが入る、やばいのが入る。さんのゲージもあるから、およさん、あーっと上がる。どっち？よく今のジャグライティブローリー。あーっと、SDG 圏から砲翼出ないけど、最後は違う。準備はいい？決める。ベンチャーでヒートバトル、ゴーフォーイット。はい。Fight!
しっかり最大、ゲージ回収も最大くさい。全部読めてた。プレイストライク NOW。わあ、おじさん、やっぱ結構画面端に行っちゃって閉じ込められてるのがやっぱきつそうですね。てかまあひろゆきさんもそうだったんですけど、まあ、プロさんの端に詰め方がうまいっていうか、まあ言うても EX 登録だったら画面半分吹っ飛ばされちゃうんでしょうがないとは思うんですけど、なんとかもうちょい画面中央で踏ん張りたい。あーうまいですね、ちゃんと様相の着地でも打撃と間に合った角をかける。歩き膝投げられちゃいましたね今。お、何すんの。あー レバ中ブロってる、素晴らしい。プロさんが王者リーチ、怠慢になってるんですね。結構いたはずなんですけどね、プロさんが全部つったのか、プロマツケンで全部つった。なるほど、まあ、チュンリーと怠慢はなかなか辛いところが。ヒヨルカ、ヒヨルカハッサン、俺シャオさんと同キャラやってんすよ。シャオさんに勝てないんす。はい、戻ります。この試合終わったら、この組み合わせはどうなんですかね。チュンリー結構やん嫌がってる人もいるようですが、やっぱ横押し強いキャラ嫌なのかな。イブキ版 EX 登録じゃダメなんですか。イブキ版 EX 登録じゃ、イブキ版 EX 登録は暴力確定なんですよね。すごい簡単に。確かにすごい簡単に確定する。あと下段がないんですよ。アレクもアレク版 EX 登録あるじゃないですか。そうですね、まあ、やっぱ格安があるといけないっぽいですね。だから下段がないとやっぱ、まあいつでも止められるからねこっち。そうですね。やっぱ横押しチュンリーの下がりが強すぎて、はい、その下がりにやっぱりリスクを忘れるキャラがチュンリー結構比較的やりやすいキャラっぽいですね。そうでしょうね。チュンリーのとりあえず下がり中足とかいうことにやっぱりリスクを忘れていかないと。うん、まああれユーヤン別に入れっぱの2人で踏めちゃいますからね。そうですね、決断でも勝てるし、うん、EX ソロでも当然勝てるし、やっぱそれがあると。あ、中足打っちゃった。あぶね、ジャンプチューパー。これはジャンケンポン。さあフロさんが王者、終わる。では終わりで、じゃあ今日の勝者はフロさんとマツケンさんかな。では締めの言葉をいただきましょう。あー、チュンリーを起こすの気持ちいいです。何度か勝てました、はい。はい、嬉しいです、はい、ありがとうございます、はい。